第2ロンドン信仰告白は、イングランド王国、ロンドンのカルバン主義のバプテスト教会の代表が1677年に作成した信仰告白。内容や順序は、ウェストミンスター信仰告白とサボイ信仰宣言と、ほとんど同じであるが、霊天論、教会論において、バプテスト教会独自の教理になっている。本来は、ウェストミンスター信仰告白と、 行動の産物である。当時は、長老派、改修派、バプテスト原被告教会軍が、国教会の圧政下にあったので、迫害を避けるため特命で、ウェストミンスター信仰告白をもとにして作成された。1689年に、信仰の自由が与えられると、ロンドンにイングランドとウェールズの107の、バプテスト教会の代表者が集まって、 第2ロンドン信仰告白を無修正で採択した。それ以来、カルバン主義バップテストの基本的な信条になった。1742年に、アメリカでフィラデルフィア地方連合が、フィラデルフィア信仰告白として採用した。共に未期、信条集、P226、裏進む、福音主義キリスト教徒福音派、P101。ありがとうございます。